東特欠河岸国7世紀、東特欠の最大半と東特欠は、582年に特欠が東西に分裂した際の東側の勢力。これに対し、西側の勢力を西特欠という。東特欠は大きく分けて3つの時期に分類でき、1つ目が第一河岸国期、2つ目が厳製作期、3つ目が第二河岸国期となる。 744年、最後の東河岸が、骸骨によって殺されると、東特血の丘陵は骸骨河岸国にとって変わった。以下の記述は、随所、旧当女、新当女によるもの、海王二年冬、特血は、隋の政党を受け、大河岸の砂鉢略河岸は、小河岸の泡加岩、ドン汗加岸らを率いて迎撃するが、敗走し、飢えと薬病に悩まされ、会えなく撤退した。 この時、砂鉢薬科岩は、アワカ岩の気象が荒いのを危惧し、先にアワカ岩の領地へ向かいその部落を襲撃し、アワカ岩の母を殺した。これにより、アワカ岩は、帰るところがなくなり、西の立ちかしらか岩のもとへ亡命した。このことを聞いた、立しかしらか岩は、アワカ岩に十万の兵をつけて砂鉢薬科岸を攻撃させた。この他にも、 ドンアセカガンや砂チラクカガンの重堤のチ地金札などが砂チラクカガンから離反し、アワカガンについた。これによって、アワカガンは特欠から分かれて、西特欠を建国し、西域諸国を従えた。こうして東西に分かれた特欠は互い。しかし、海王十七年、砂チラクカガンの子であるソメボシは突りカガンと合して、勝手についと関係を持ったことから、 大加岩である、都合加岩は激怒し、隋と国交を断絶し、たびたび返境を犯すようになった。海洋琉球年、隋は、漢王の要領を減水として、都合加岩を撃たせた。都合加岩は、確かしら加岩と手を組んで、鳥、居加岩を攻撃し、その兄弟孤名を殺した。鳥、居加岩は、長祖明らと隋に逃げ込んだ。6月、高、要素は、 確かラカガンを撃ち、これを大破した。文帝は鳥カガンを廃して、京民カガンとし、犠牲行使をめとらせた。なおも、都合カガンが京民カガンを攻撃し、隋の返境を犯すので、腰国交の要素、公軍総監の感想とぶき、太平行の芝番材、大将軍の要弁の軍勢は、都合カガンを攻撃した。この年の12月、都合カガンが、 部下に殺されると、足しかしら加岩は、不可加岩となって、敬民加岩と対立した。しかし、隋と組んだ敬民加岩の方が常に優位となった。七世紀初めの東西特決加岩国。忍受元年、それまで敬民加岩に付属していた、鉄六の国節部などの処部が背いたので、文帝は、事の理で、要素を、雲修道公軍元水とし、 京民家岩を率いて北西させた。一方、歩み加家岩は再び、京民家岩を攻めたが敗北し、とよく根に奔走した。これにより、京民家岩は東特欠全土を掌握することとなり、以降、隋との関係も良好であった。しかし、この死質家岩の代になると、東特欠は隋の衰えに乗じて、反旗を翻した。大業11年8月。 死筆河岸は、数十万の騎馬軍団を率いて、隋に入港し、陽台を岩門にて包囲した。陽台は、巫女によって、諸軍の兵を出動させ、東特欠軍を撤退させた。これ以降、東特欠は、隋の北辺を荒らすようになり、二度と隋に、調行することはなかった。また、隋末の動乱において、節挙、刀剣徳、王世獣、劉部衆、領主と、力、 公海道などの反抗者は皆東特欠に昇進し、脂筆化岩によって称号を受けた。武徳元年、東特欠の支援もあって、中国で唐が建国すると、脂筆化岩は骨花白く特菌を使わして入朝させた。高素は大極殿で縁を催した。翌年2月、脂質化岩は俗軍の領師とともに、 唐への侵入略奪を図ったが、死質科学がなくなったため、取りやめとなった。死質科学の時代では、消化学の姿はほとんどなく、大科学に次ぐ地位は、節となっていた。シャドの権力は、消化学より弱いため、死質科学が大科学への権力集中を図ったものと思われる。しかし、それでも、中央集権国、そのため、中央からは、トトンという官を派遣して、 諸部族を監視すると共に税を徴収していた。中国の混乱に乗じ、比較的優位に立っていた東特欠であったが、血利河岸の代になり、内部分裂と、鉄六諸部の反乱、天変地異などによって、東特欠は党に降伏することとなった。血利河岸の降伏後、党は、鉄六の節縁多部族長である、エビス男を真珠一義加減とし、モンゴル高原を支配させ、東、 突決に対しては、中国内に止めて監視する、厳支配を行った。しかし、モンゴル高原の節縁タブが次第に勢力を増してきたため、東は六百四十六年に北伐を行い、節縁タブを破って、厳支配に入れ、それに伴い、鉄六処分も、厳支配に入れた。ちょうどその頃、東突決の別部出身の車美化岩が、金山の北で、独立の姿勢を見せたため、 上岸23年に、唐は海部、牧骨部などを率いて、車美化岩を襲撃した。すると、車美化岩に従っていた諸部が、次々と降伏していき、翌年には車美化岩が捕らえられ、北方民族はすべて唐の厳しい配下に入ることとなった。これら、唐に降って長安までやってきた諸部族長たちは、時の皇帝体操に対して、天空、七世紀、 西特結崩壊後の周辺国。イースタンゴークターックコニート、イコール東、特結、タンダイナスティーイコール東、キマックタークスイコールキメク、カーレックターックスイコールカルルク、ガスターックスイコールオグズキビ支配を甘んじて受けていた。北方民族であったが、徐々に独立の動きを見せ始めてゆく。ええー、あつ元年。 アシナホネハナシロクらは五千余人で軍刀をなし、特図鉄六を省略し、多くの羊馬を得て、次第に強情となっていった。そして、アシナホネハナシロクは自ら立って、ガガンとなり、その弟のアシナ牧説を、殺、アシナハナシシス、頬を、要守るとした。十二月、アシナホネハナシロクは、黒佐城により、平州の北京で、侵入略奪を行った。 この時、前宇長氏の大本立てのとにいた、足、徳元寺院が基準してきたので、足な骨花白くは彼を、淡立ち星に任命した。こうして、独立を果たした東特決は、通称、第二河岸国とも呼ばれ、その後も、東軍と戦って、勝利を収め、唐の辺境地帯を荒らし回った。足な骨花白くは、天寿のはじめに病死し、その子の僕とゲレンは、 まだ幼かったので、弟のアシナ牧説が後を継いだ。アシナ牧説は、カプガンカガンと合し、しきりに中国の北辺へ侵入し、略奪を行った。しかし、長寿二年からは州に入庁するようになり、不足点から戦前カガンの称号を受ける。また、万歳通天元年の喫官討伐に功があったため、特進、決手追世大前右、立候補国カガンを賜った。 西暦元年5月、アシナ牧説は上表して、不足天の子になること、娘を嫁がせること、和親を結ぶこと、さらに高度と、前宇都五府の地に、農器具と種子が欲しいということを請願した。しかし、不足天がはじめこれを許さなかったため、アシナ牧説は激怒し、司か品京の滝道を殺害しようとした。時に、州の朝廷は東特欠の平成を恐れており、ナゴンのよう、 蘭大二郎のよう祭祀の権威でその和信を許可することとなり、すべての要求を呑んだ。7月、そこで、武速天は、y 洋王の武の武を、ア名ナ牧説の娘に嫁がせようと、右表、東栄大将軍の演地日を、瞬間少書、右、VA 老将のような利高を、司貧さとし、彼らを黒砂南帝に赴むかせた。しかし、アシナ牧説は、 唐の皇族ではなく衆の皇族が来たことにことを唱え、今すぐに、武州政権を倒して、唐を朝に戻そうと、8月、武の武秀を拘束して、縁地美を河岸に封じ、1万騎を率いて南下し、西南、平敵、清恵比寿などの軍鎮を攻撃し、西南軍師の母様源を降伏させた。衆は、計45万の兵で不正だが、各所で惨敗した。 武則天は激怒し、墨説を解明して、残説と呼んだ。しかし、東特決軍の勢いは止まらず、9月、ついに武則天は、東の路両王を交代しとした。そのことを聞いたア名ナ墨説はようやく軍を引いた。西、歴2年、ア名ナ墨説は、弟のアシナし室、頬を立てて左ひさし察し、足シ骨話録のこの足シナ僕のりを右ひさし察しに任命した。 また、アシナ・ボクのこのアシナ・ホともを立てて、小河岸、とし、くらいは、両札の上に置き、初期昆布など重生の兵馬4万4人を統括させ、またこうして、宅西河岸とした。これより、東特決は、連年返境をあだした。慶雲元年、栄誉が即位すると、翌年1月、アシナ・ボクはまた剣士を送って、和心をこい、双王の李正器の娘を、 金山公主としてめとることを許可された。アシナ牧説はその息子の洋菓子特勤を使わし、大腸、右、行衛院外大将軍を授かる。決理加岸以来、最も強情となったアシナ牧説であったが、老齢となり、部落の多くは、次第に調戦していくことになる。アシナ牧説の晩年は、北方、西方計略に暴殺された。北方では、 キルギズや鉄六処分が反乱を起こし、西方ではかつて西特欠に従属していたクズラロクや、と、さらには西南のアラブイスラーム勢力の攻撃によるソグディアナの救援要請にも応じなければならなかった。こうした中、アシナ牧説は特図鉄六の罰絵化タブを、聖罰中に殺されてしまう。アシナ骨シロクのこの結束筋は、キュを吸合して、 アシナ牧説のこの小加岩及び小唐刀を殺し、血徳金の兄である左剣王のアシナ牧とゲレンを立てて、ヒトギ加岩とした。血徳金は軍事権を握り、朝日翼国が補佐役となった。ヒトギ加岩の知性は中国への侵入、略奪が少なく、唐との関係も良好で、幻想から絹馬貿易の許可を得ていた。しかし、ヒトギ加岩は親、 当家だったわけではなく、絹馬貿易を向上的に行う確約を得るための方便として、党に対して誠意を見せていた。つまり、瞳加岩は略奪第一主義から公益重視策へと政策を変更したのである。また、瞳加岩は都の城を築き、仏教や道教の寺院を建てようとしたが、朝日翼国が草原地帯では遊牧生活様式が優越している。 ことを主張したため、取りやめにした。朝日翼国が死去し、血徳金が731年、人気河岸が734年に死去すると、第二河岸国は一気に衰退していくこととなる。東特結では、内輪もめが相次ぎ、741年以降、鉄六の骸骨が崩らろく、抜出密などとともに、東特結を攻め、 罰出密の宗長がカガンとなったり、海骨の骨力ラーが骨花白く、途義血ガンとなったりして、745年ついに、東突決最後の白尾カガンが殺され、東突決は滅んだ。君主はカガンと言い,い、中国で言う皇帝に当たる。皇后に当たるのは、カガトンという。また、皇太子に当たる、徳紀にや、総徳にや、その下には、 以下のおよそ28の官職がある。これらの官職は代々世襲によって受け継がれ、府兄が死ぬと指定が後を継いだ。下岸邸は、都近山に置かれた。東特決は、多くの非支配民族を持っており、東は喫丹、失意、西は、豊久根、交渉諸国を従えていた。以下のものは、いわゆる特決碑文と総称される碑文であり、特決時代に建てられたため、 その名がある。これらの碑文はすべて古代トゥルク語、古代トルコルーン文字で書かれている。日本ではこれらの碑文をしばしば、オルホン碑文と総称するが、必ずしも正確な命名とは言えない。その他の碑文としては次のものがある。敬民、加賀、砂場ク役ガンの子、トイカガンの弟、死室加賀、敬民ガンの長男、隋に攻め入る兆候を停止する。ところカガン。 警民家岩の次男、血利家岩、警民家岩の三男、塔に降伏し、東特欠は一時滅ぶ。足な骨離しろく、血利家岩の所属、塔から独立して、東、特欠を再興させる。足な木折、骨離しろくの弟、トギ家岩、骨離しろくの子以前、家岩、トギ家岩の子通り、家岩、以前家岩の弟骨突つつ、要守るカラスイケルベーセ家岩。 判決と黒くの小ビ美ガ岩、カラスイケルベーセガ岩の弟、タルドゥシカ岩とは、タルドゥシュすなわち西部を管轄する小ガ岩のことで、西面ガ岩のこと。これに対し、東面ガ岩は、テリスガ岩という。テリスガ岩とは、テリスすなわち東部を管轄する小ガ岩のことで、東面ガ岩のこと。これに対し、西面ガ岩は、タルドゥシカ岩という。小松久を、中央ユーラシア氏。 p067、オルホンヒブンには、タルドゥシュ部族のシャドとある。オルホンヒブンには、テリス部族のヤブグとある。観光年間に、東、特決諸部落の来校譜者の多くは、豊か、勝、カ夏、一日、大第の六州に移住させられた。これをコードという、三上嗣ぐを、森正夫、佐久間茂夫、人類文化史4中国文明と、内陸アジア P224、 ありがとうございます。